奥さんってさすが社長さんですよね。あんな立派なタワマンを所有していただなんて。おかげで私、克幸さんと結婚したら超リッチになれるから嬉しい。そうなんだよ。俺たちの今後のためにと思ってな。お前のタワマン1億で売れた。保険金もらったらかすみと再婚な。そしたら翔子も俺のことは心配せずに安心して天国に行けるってわけだ。そんな勝手に。そのタワマンとは父が私のために残してくれた大切な遺産。いずれ直が結婚したら与えようと思っていたのに、私は目の前にいるこの二人が許せなくなった。そこに入ってきた直はこちらの方を向き、ずっと不安な表情でいる私にこう伝えてくれた。母さん、そんな顔をしなくても大丈夫。手は打ったから。だからタワマンのことなら何も心配しなくていいわよ。詳しいことはよくわからなかったが、私はとりあえずナオの言葉を信じてみようと思った。私は高山翔子、45歳の兼業主婦だ。大学を卒業後、父が経営する衣料品製造会社に就職した。そして父が亡くなった5年前からは後を継ぐ形で社長を務めている。20年ほど前に結婚した私には直という高校2年生の一人娘がいるが、直の実父は3年前に他界。最愛の夫を亡くした上にまだまだ慣れない社長業、心の拠り所が欲しいという毎日。そんな私の心を癒してくれたのは会社の近くにあるバーだった。夫を亡くすまで飲みに行く習慣はなかったのだが、たまたまふらっと立ち寄ったその店。そこのマスターはとてもいい人だった。私と同い年くらいだろうか。すらりと背が高く、穏やかな表情をしている。名前は克幸という。直が友達と遊んで帰る時などで遅くなる日、私も仕事帰りに克幸の店に通うようになった。そして夫を亡くした辛い気持ちや、仕事のストレスをカウンターで話を聞いてもらいながら癒されていた。職業柄聞き上手の克幸に心惹かれていったのは確かだ。しかし相手にとってはあくまで仕事上でのこと。恋に発展するとは思ってもみなかった。ところがバーに通い始めて1年が経った頃、自転車で転んで怪我をした直が誰かのワゴン車に乗せられて帰ってきた。運転していたのはなんと克幸。たまたま通りかかったところに直が自転車ごと倒れていたのを見つけ、我が家まで乗せて帰ってくれたのだ。私は克幸にお礼を言い家に上がってもらった。その日は3人で話が弾み、直も克幸のことをすっかり気に入ったようだ。それからというもの、克幸とはプライベートで会うようになり、半年後にはプロポーズをされた。直にも相談してみると快く OK してくれたので、私は克幸と再婚。これからは幸せな日々が待っている、そう思っていたのだが、再婚してからも克幸は今まで通りにバーのマスターを続けた。そのため日中は家にいることが多いので、家事一切をしてくれるという。私は少しだけ申し訳ない気もしたが、克幸は料理が上手で、おまけに掃除も洗濯も私より丁寧にこなしてくれる。そんな克幸を見てお言葉に甘えさせてもらうことにした。なおも克幸の料理が大好きだと言っている。毎日食事の支度をしてくれる克幸に買い物も任せるため、最初のうちは食費だけを預けていた。だがある日のこと、光熱費の明細を見た克幸にこう言われた。電気代やガス代かかりすぎじゃないか。ちゃんと見積もりをして安いプランを選ばなきゃもったいないよ。そう言いながらパソコンを開いて光熱費の見積もりを綿密にしている。これはもう
家計をすべて任せた方がいいと思い、私の給料をほとんど克行に渡すことにした。しかし、その判断は間違いだったのかもしれない。私の給料日になると、克行は自分の銀行口座を見てにんまりしている。変なリアクションだと思いつつ、その時は私も完全に家計を任せっきりだったせいか、克行の考えていることが想像もつかなかった。ところが、最初のうちは家事をすべて完璧にしてくれていた克行が、1ヶ月、2ヶ月、そして半年もすると、徐々に家事をしてくれなくなっていった。料理も適当になってきたかと思うと、キッチンにはレトルトカレーやインスタント食品がずらっと並んでいる。つい最近まではそんなことなかったのに。私は克行に何かあったのでは、と心配になってきた。もしかしてあまりにも家事を任せっきりだったのが気に入らなかったのだろうか。私は手伝った方がいいかと思い、ナオにも相談してみた。するとナオはこう言う。私は学校から帰ってきたら家事を手伝っているよ。でも最近お父さん出勤する時間が早くなって、顔を合わせるタイミングもなくなってきたの。だからお父さんが家事を手抜きしていたなんて私は気づかなかったわ。その話を聞いてなんだか不思議に思った。ナオの高校は家のすぐ近く、だから寄り道をしなければ普段は4時には家に帰ってくる。以前はナオが学校から帰ってくる時間、克行はいつも家にいた。それなのに最近はそんなに早く家を出るだなんて。気になった私は翌朝克行に尋ねてみた。ねえ克行、最近は出勤する時間が早くなったみたいね。掃除や洗濯にもあまり手が回らなくなったようだし。突然そう尋ねたことに驚いたのか、克行は目を丸くしている。は？お前何言ってるんだよ。ここ何年かは流行り病のせいで飲食業界は客足が遠のいていたけど、最近は収まってきたからどこの店も忙しくなっただろう。お前は本当に世の中のことが何も分かってないんだな。呆れた声でそう言い返す克行に内心ムッとした。もちろんそれは分かっているが、何もそんな言い方をすることはないのに。以前は私にこんな態度を取らなかった克行、一体どうしてこんな性格になってしまったのだろうか。何も言い返さず不機嫌そうな顔をする私に、克行はさらにこう言った。まあそういうわけだから、これまでみたいに完璧な家事はできないんだけど、それより翔子みたいに家事ができないわけじゃなくて、一応少しはやっているんだから文句言うなよな。は？私だって別に家事ができないわけじゃないわよ。忙しいなら最初からそう言ってくれたらよかったじゃない。そしたら家事の分担をちゃんと考えたのに。まるで私が何もできない女だと言われたことに腹が立ち、ついきつく言い返してしまった。それを聞いて克行は面倒くさそうにため息をつく。ああはいはい、わかりましたよ。もしかして完全に見下されているのだろうか。それなら私にも考えがある。次の日から私は朝早くに起きて洗濯をし、朝食の準備も始めた。後から起きてきた克行はテーブルに並んだ朝食を見て驚いている。お、珍しいこともあるもんだな。今日は雨でも降るんじゃないのか。驚きの表情を浮かべながらも、口ぶりは昨日と変わらず、どこか人を見下したような感じだ。あら、私だってこれくらいやればできるわよ。私の方が朝は早いから、これからは洗濯と朝食作りは任せてよね。キッチンに立ったまま得意げにそう言い返すと、克行は私が作った朝食を見てふんと鼻で笑った。まあこんなもんかな。私なりに一生懸命に作ったというのに、また見下されて、なんだかイラッとする。褒めてくれとは言わないけど、せめて素直に喜んでほしい。
それに近頃家事をしなくなった勝之に偉そうな態度を取られるのもなんだか嫌な気分だ。とはいえ、奈緒は美味しそうに食べてくれたので、私は機嫌を取り戻して会社へ向かった。その日以来、仕事から帰ってきても、掃除や夕食作りと、徐々に私の家事労働は増えていく。待てよ。考えてみたら、生活費のほとんどは勝之の口座へ振り込んでいる。そのため、食材などの買い物をしているうちに、私の所持金は徐々に減っていく一方だ。近頃では勝之が買い物をする姿をほとんど見なくなった。だったらいっそのこと、生活費の振り込みを減らしてもらえるように頼んでみよう。そう思って勝之に生活費のことを相談した。勝之、最近は食材の買い出しとか私がするようになったから、あなたに振り込んでいる生活費をせめて半分にさせてもらえないかな。光熱費とある程度の食費があれば十分でしょ。私はやんわりと尋ねてみたつもりだったが、なぜか慌てたようなそぶりを見せる勝之。え、半分って、そんなのダメに決まっているだろう。俺は忙しいから買い物には行ってないけど、その代わりにネットで食材を買い込んで置いてあるだろう。それをうまく使いこなしてくれよ。そしたらお前だってそんなに食材を買わなくて済むんだし。確かにキッチンや物置には、保存が可能な食材の買い置きが山のように積み重ねられている。しかしそれはレトルト食品や缶詰ばかり。そんな食材ばかり使っていたのでは栄養の偏った食生活になりかねない。私は深くため息をついてこう言い返した。あなたこそこんな食材ばかり買い込んで無駄遣いしないでよ。奈緒はまだ育ち盛りなんだから栄養のバランスも必要なのよ。ああ、それは悪うございますね。だからって俺は生活費を減らすのは反対だからな。ちょっと金の使い方が違うってだけで文句を言って生活費を減らすなんて単なる横暴だ。まるで開き直ったような態度で逆ギレをする勝之には呆れて物も言えなくなる。この人には何を言っても馬の耳に念仏。仕方がないので生活費のことは据え置きにして、しばらくは今のままでいるしかなさそうだ。とは言うものの、私に文句を言われたのがよほど気に入らなかったのか、それ以来勝之は朝から晩まで家を空けるようになった。その分私がしなければならない家事の量も増えてくる。奈緒も手伝ってくれるが、来年は受験生のためできる限りは勉強に専念させてあげたい。仕事に家事にと朝早くから夜遅くまで休みなく働かなければならなくなった私。次第に立っているだけでもめまいがしてふらつくようになった。それに体中が痛い。気がつけば目の前が真っ暗。そして目を覚ますと、そこは病院のベッドの上だった。ベッドの横では奈緒がボロボロと涙を流している。私が目を覚ましたことに気づくと、慌てて手で涙を拭っていた。お母さん、気がついたのね。なお、どうしたの？涙なんか流して。そう尋ねると、なおの表情が一瞬にして暗くなった。唇をかみしめて黙り込んでいるなおの表情に、何か嫌な予感が頭をよぎる。なお、母さん何を聞いても驚かないから、正直に話してみてちょうだい。母さん、どうしてこんなことに。なおは泣きながらも、私が意識を失っている間にあったことを、すべて話してくれた。学校から帰ってきた時に私が倒れていたのを発見して、すぐに救急車を呼んでくれたそうだ。仕事中の勝之にも連絡をしてすぐに来てもらったという。私は2日間眠ったままだったらしい。その間に精密検査が行われた。結果は末期がん。手術を受けずに放置すると余命2ヶ月だという。しかしその手術も
成功する確率はわずか 5% ほど。医師からそう告げられた克行は突然病院から出て行った。突然の告知に耐えられなくなったのかもしれない。それで直は一人でずっとベッドの横で見守ってくれていたのだった。そうだったの。辛い思いをさせてごめんなさいね。一番辛いのは母さんじゃないの。それより手術を受けてくれるわよね。ナオは真剣な眼差しでそう聞いてくれる。だが私は悩んだ。来年はナオの大学受験だ。そんな時にほとんど成功する可能性がない手術を果たして受けるべきなのだろうか。少し考えさせてちょうだい。母さんのことよりも大切なのはナオの将来なんだから。そんな、私母さんを助けるためなら大学なんてもう諦めても構わないわ。ナオは私の手を握りそう言ってくれる。しかし私にはすぐに答えが出せなかった。できることならナオの成長をこれからもずっと見守っていたい。私の目から一筋の涙が流れた。それから数日が経つと病室に克行が現れたのだが、なぜか嬉しそうな表情を浮かべている。その後ろには見知らぬ若い女性の姿もあった。おお、翔子、意識が戻っていたのか。どうしたのよ、ずっと病院に顔も出さないで。それになんか嬉しそうな顔をして。その人は誰なの？私が手術をするかどうかで悩んでいる時に、なんだか明るい空気を漂わせている克行。一緒にいる女性もかすかに笑みを浮かべている。そんな二人を見て嫌な気分になった。しかし克行は私の気持ちもお構いなし。まあそう興奮するなよ。寿命がもっと縮まっちゃうぞ。とは言ってもあと2ヶ月くらいなんだよな。何よその言い方は。あなた、妻が苦しんでいるっていうのによく平気でいられるわね。本当にどうしてこんなに明るくしていられるのだろう。私のイライラした気持ちとは裏腹に、克行はずっと笑顔を見せたまま、そして思わず耳を疑いたくなるようなことを言い始めたのだ。俺だってそりゃびっくりしたけど、なっちまったものは仕方ないだろ。そこでだ、翔子がいなくなっても困らないようにちゃんと自分の将来について真剣に考えたんだ。そう言いながら隣に座っている女性の肩に手を回した。何？何のことなの？決まっているじゃないか。再婚だよ、再婚。ああ、紹介するよ。この子は俺の店の常連さんで、今は俺の愛人。陰でこそこそ付き合ってきたんだけど、翔子の命が助からないって言うなら、彼女と再婚しようと思ってな。まさか、克行が浮気をしていたなんて。だから家にいない時間が多くなっていたのか。店の常連客として付き合い始めた彼女、出勤する時間が早くなったあたりから関係が始まっていたのかもしれない。相手の女性も明るい声で話しかけてきた。はじめまして、かすみです。奥さんってさすが社長さんですよね。あんな立派なタワマンを所有してたとなんて。おかげで私、克行さんと結婚したら超リッチになれるから嬉しい。どういうこと？そのタワマンとは、父が私のために残してくれた大切な遺産。いずれはナオが結婚したら与えようと思っていた。克行にも再婚した時に伝えてあったのだが、それをどうするつもりでいるのだろう。そうなんだよ。俺たちの今後のためにと思ってな。お前のタワマン1億で売れた。保険金もらったらかすみと再婚な。そしたら翔子も俺のことは心配せずに安心して天国に行けるってわけだ。そんな、勝手に。私は目の前にいる
この二人が許せなくなった。そこに奈緒が入ってきた。後ろには奈緒の彼氏、高也くんも一緒にいる。お父さん、声が大きいから全部廊下まで聞こえていたわよ。道理で母さんが入院して以来、全然家に帰ってこなかったわけね。奈緒は勝之の浮気や私のタワマンを勝手に売却された話を聞いてもあまり動じていなかった。そして隣にいる高也くんはにやりとした顔で霞の方を睨んでいる。霞は高也くんの顔を見るなり引きつった表情になった。高也、なんであんたがこんなところにいるのよ。姉さん久しぶりだな。もう家出してずいぶん経つけど、相変わらず親父狩りをしながら飯を食ってるってわけか。なんと霞は高也くんの姉だったのだ。弟にこんなところを見られ、その上親父狩りの趣味があると暴露されたせいか、霞の顔は真っ青になった。バカ、何ふざけたことを言ってるのよ。そんなわけないじゃないの。私は家を出てから真面目に働いているわ。克行のことだって本当に愛してるから付き合っているのよ。霞がそう言うと、それまで少しだけ疑いの目をしていた克行は明るい表情に変わった。本当にそう信じていいんだな、霞。当たり前じゃない。高谷のやつったら自分がいい子で親に贔屓されているもんだから、何でも私のことを見下して悪いように言うのよ。ひどいと思わない？そうだな、自分の姉を見下すなんて悪い弟だ。なおもそんな男と付き合うなんて見る目がないぞ。すっかり安心したのか、克行はいい気になって言いたい放題だ。それでもなおと高谷くんは平気な顔でにやりとしながら克行を見下ろしている。なおはこちらの方を向き、ずっと不安な表情でいる私にこう伝えてくれた。母さん、そんな顔をしなくても大丈夫。手は打ったから。だからタワマンのことなら何も心配しなくていいわよ。そうですよ。そのことはこちらで何とかしましたから。実は今日そのことを伝えに来たんですよ。はっきりとした内容は伝えてくれなかったものの、私に何かいい報告があるとほのめかし、二人は病室を後にした。あ、ちょっと待て。それはどういうことだ。そうよ、ちゃんと説明しなさいよ。克行と霞はそう言いながら奈緒たちを引き止めようとしている。私も詳しいことはよくわからないが、自信ありげな顔で病室を後にしたあの二人を信じることにしよう。その後しばらくして私のスマホに奈緒からメッセージが届いた。先ほどは克行がいたので詳しいことを言えなかったそうだが、タワマンの売却のことでどのように手を打ったのか詳細が書かれてある。なるほど、そういうことかと私も納得。その上で手術頑張ってと添えてくれていた。ナオのためにも頑張って生きていこう、そう思い手術を受けることを決心したのだった。手術はこの地域で一番大きな総合病院で行うことになった。当日、ナオと高谷くんに見守られながら私は手術に挑んだ。そして夕方になった頃、手術はなんとか無事に終えた。あとは術後の経過次第。結局克行は来てくれなかった。というより克行には手術を受けることを伝えていなかった。大事な手術の当日に私が助からないことだけを前提に考えていた者にはいてほしくなかったからだ。あれ以来もう7日間が経過したが、克行からの連絡はない。今頃霞と一緒に再婚してからのプランでも考えているのだろう。私が助かったことを知れば二人はどんな顔をすることやら。術後の経過は順調で、次第に回復の兆しが見えてきた。今日は日曜日なので、朝から奈緒と高谷くんが病院に来る予定だ。そしてもう一人、お見舞いに来てくれる人がいる。朝の会診が終わると、奈緒が病室に入ってきた。
その後ろからは高谷くん、そして高谷くんの父伊藤宗隆さんも一緒だ。宗隆さんは不動産会社を経営している。偶然だが、克行があのタワマンを売りに出そうとした不動産会社というのが宗隆さんの会社だった。克行はそこの社長が直の彼氏の父親だとは知らなかったようだ。霞も売却の手続きにはノータッチだったらしいので、おそらく気づいていないはず。伊藤さん、この度はマンション売却のことで本当にご迷惑をおかけしました。克行がやったこととはいえ、自分名義の物件だったため、私は深々と謝罪をした。いえ、とんでもございません。奥様こそ手術を控えていた大変な時にとんだ災難に遭うところでしたね。あのタワマンは一度は売却が成立していたそうだ。しかし名義人が克行の名前に変更されている書類とそうでない書類があったことで、その契約は無効に。物件の売却は名義人でなければならない。克行は売却の際に必要な書類のみ自分の名義に書き換えて、全ての書類にちゃんと目を通していなかったのだろう。その書類の内容にいち早く気づいたのは直だった。克行が売却の手続きをしている際に、たまたま机の上に置きっぱなしにされていた書類を目撃した直。そこには不動産会社の書類もあったため、高谷くんの家の会社だと気づいたようだ。売却する物件も楽しみにしていたタワマンだけに、直の怒りが頂点に達した。だからまずはそれらの書類をスマホで撮影し、高谷くんにそのことを伝えたそうだ。そして高谷くんから宗隆さんに報告してくれたのだという。宗隆さんは再度書類を確認後、すぐに購入者の方に事情を話し、契約を取り消してもらったのだった。ここまでは直からのメッセージで事情を聞いていた。手術をするかどうかで不安な気持ちを抱えていた時に、大切な親からの遺産を手放すところだったが、無事に売却を免れたおかげで安心して手術に専念できた。克行が私に無断でタワマンを売るために書類を偽造したことは、私文書偽造罪というれっきとした犯罪になる。そのため宗隆さんが克行に連絡していたが、なぜか電話がつながらず、全く連絡が取れなかったらしい。しかしこのままにしておくわけにもいかないと捜索願いを出してくれていたのだという。それで克行は見つかったのでしょうか。そう尋ねると周りはクスクスと笑みを浮かべた。一体克行に何が起こったというのだろう。宗隆さんも笑みを浮かべながらこう答えた。先ほどご主人が発見されましたよ。なんとも悲惨な姿でね。え？一体どんな姿で。私は思わず目が点になった。宗隆さんが説明してくれたのは、克行のあまりにも情けないお粗末なエピソードだったからだ。最後に病院を訪れて以降、克行は霞が暮らしているアパートに転がり込んでいた。霞はタワマンを売却するお金と、私が他界した後の保険金を当てにしてブランド物を買い漁っていたようだ。ところが不動産会社から高行の留守番電話に入っていた、タワマンの売却が無効になったという内容を聞き、ショックを受ける霞。その上また入ってきた留守番電話は、病院からの手術が無事に終えて経過も順調というもの。どちらのお金も入ってこなくなったと分かった霞は、克行に何とかしろと暴言を吐く始末。とはいうものの、克行も驚くばかりでどうすることもできなかったらしい。どうやら私が入院して精密検査を受けた時に、ただ余命2ヶ月という言葉だけが頭に残り、手術のことは全く耳に入っていなかったそうだ。霞がどんなに怒りをぶつけても、金が入らなくなったのは仕方がないと開き直る克行。そのまま何も気にせずのんきに眠ってしまったらしい。
それに腹を立てたかすみは夜中のうちに自分の荷物と勝幸が持ってきていた着替えや所持品のすべてを車に詰めて逃げ出したそうだ。勝幸はその夜下着もつけていない状態で眠っていたという。朝起きた時にはすでに家財道具以外はもぬけの殻、おまけに着替えるものはどこにもない。寝ていた枕元にはかすみが書き起こしていたメモがあったそうだ。あんたのせいで金が入らなくなったんだから、所持品や金目のものは全部もらっていくからね。このメモを見た勝幸は仰天したことだろう。しかし着るものと財布やスマホなど全てを持っていかれたため外に出ることもできない。かすみは不動産会社からの留守電が自分の父親だと分かり、それで実家に戻ってきたようだ。父親である宗隆さんにもタワマンの売却を何とかしてと頼んだが、聞いてもらえるはずもない。それよりも宗隆さんは既婚男性と付き合っていたかすみを一括。その後すぐに勝幸と一緒にいたアパートの場所を聞き出し現地に向かったのだった。そこで発見された勝幸の悲惨な姿、今さら想像するまでもない。とにかく無事に解決したことに安堵していると、直が入り口の外側に向かってこう言った。ほら、そろそろ入ってきてもいいわよ。そう促されて病室に入ってきたのはなんと勝幸とかすみだ。勝幸は入ってくるなり深々と頭を下げた。翔子、本当にすまなかった。俺どうかしていたんだ、こんな女に騙されて。かすみなやつ、金を目当てに年上の男を騙すひどい女だったんだよ。何よ、勝幸だって本当は奥さんの金を目当てに結婚したんでしょ。だから余命がないって分かった途端に遺産だの保険金だのって大騒ぎしていたじゃない。そう言いながら罵り合う二人、ここが病院だということをすっかり忘れているのだろうか。前を通りかかった看護師さんに静かにしてくださいと一蹴されている。その声に萎縮してしまった勝幸とかすみ、やっと静かになったところで宗隆さんがかすみにこう言った。かすみ、まずはやらなきゃならないことがあるだろう。そう言われてもかすみはふてくされた顔をしたまま。奥さんに謝れって言うんでしょ。言っておくけど私だって被害者なのよ。勝幸の店に初めて行った時、彼は自分のことを独身だって言ってたんだもん。優しいしかっこいいし、それで好きになって付き合い始めた途端に妻がいるだなんて。すると宗隆さんは勝幸の方をじろりと睨んだ。そうなのか。それならあんたがうちの娘をもてあそんだということになるが、ちょっと待ってくれ。言い寄ってきたのは霞の方で、俺にはやましい気持ちはなかった。ただ出会った頃は客として優しく接していただけなんだ。へえ、お父さんって言い寄って来られたら付き合っちゃいけない立場でも付き合っちゃうんだ。結婚していますからって断れば済むことなのに。直に痛いところを突かれ、勝幸は言葉を失っている。私はこんな男と再婚したことに後悔の気持ちでいっぱいになった。もともとは私もあの店で優しくしてくれた勝幸に好意を抱いていたのだから、男を見る目がなかったとしか言いようがない。そんな自己嫌悪に陥っていると、まるで私の気持ちを救ってくれるかのように高谷君がこう言った。まあどっちもどっちだよな。姉貴だって今までに行った先でそれなりに金を持ってそうなイケオジを見つけては逆難してたもんな。うちにも留守電が何度も入ってたぞ。かすみちゃん、スナックなんとかのマスターでじよ、近頃会えなくて寂しいなって。これには私とナオは大笑いしてしまった。宗隆さんはため息をつきながら情けないとぼやいている。その時勝幸が勢いよく立ち上がったかと思うと、かすみを怒鳴りつけた。かすみ、とにかくお前とはもう別れる。その前に俺から奪っていた所持品を全部返せ。いや、それだけじゃない。
俺をあんな姿のままで部屋に放置していた償いはちゃんとしてもらうからな。あまりの勢いにかすみは思わず椅子ごと倒れそうなほどのけぞった。だが目は克行のことを睨んだまま負けじと言い返したのだ。さっきも言ったじゃないの、あなたのせいでお金が手に入らなかったんだから、所持品はその分の償いだって。もう二人とも黙れ。しつこい二人の言い争いにしびれを切らしたのか、宗隆さんが突然叫び出し、周りは騒然となった。とにかく霞は奥様に謝れ。いや、それだけではない、ちゃんと慰謝料を払って誠心誠意謝罪するんだ。そしてご主人、あんたはうちの娘に手を出した、よって娘と奥様の両方に慰謝料を払ってちゃんと罪を償ってもらう。宗隆さんの勢いに今度は克行が震え上がっている。昔ながらの頑固親父に雷を落とされたといったところだ。困り果ててしまった克行に私もとどめを刺してやった。あ、そうそう、タワマン売却の際、私に無断で書類と印鑑を使って名義人を変更したことは立派な罪になるわ。そのことはちゃんと警察にも通報してあるから。ちなみに証拠はナオがスマホで撮っていた画像よ。そう言いながらナオから送られていた書類の画像を見せた。それを見た克行の顔は真っ青になっていく。そんな罪なんてことがあるか。俺はただ証拠がなくなる前に名義変更をした方がいいと思っただけだ。なんでそれが犯罪になるんだよ。客商売をしているはずなのになぜか世間知らずの克行。そういうのを私文書偽造罪っていうの。もう諦めたのか、すっかりうなだれてしまい、暗い表情を見せながら言った。畜生、こうなった以上もうどうすることもできないよな。警察に連行なんかされるくらいなら自首した方がマシだ。その前にこれ書いてちょうだいね。それと浮気の慰謝料も請求するから、そのつもりで。そう言いながら私が差し出したのは離婚届。直に頼んだら役所でもらってきてくれたのだ。克行は苦い表情をしたまま黙ってそれを受け取った。宗隆さんは後ほど霞が支払う浮気の慰謝料について話しに来るという。一旦はこのまま家に戻るようだ。霞はまだ頭の中が整理できていないらしく、不機嫌な表情のまま。結局謝罪の言葉もなかったが、宗隆さんに連れられこの場を後にした。私が退院してすぐに離婚届を提出。間もなくして克行は私文書偽造罪で1年以下の懲役となった。勤めていたバーは雇われ店長だったために、出所後には再雇用させてもらえなかったようだ。仕事もそして住むところも失ってしまい、私のところへやってきた克行。翔子、本当に俺が悪かった。何でも言う通りにするから、また俺とやり直してくれないか。そう言いながら土下座をする克行に、私は不敵な笑みを浮かべてこう言い返した。へえ、本当に何でもしてくれるんだ。だったら再婚はしないけど、まあうちの会社に置いてあげるくらいはお安いご用よ。本当なのか。いや、助かったよ。とりあえず仕事だけでも見つかればあとはなんとかなりそうだ。ほっとした表情を浮かべて素直に喜んでいる克行に、私が与えた仕事というのは、ある意味ではバーテンダーでお客様の悩みを聞いていた克行にはぴったりかもしれない役割だ。実は離婚をする際に克行には浮気と私が闘病生活中に受けた精神的苦痛に対する慰謝料を合わせて300万円請求していたのだが、その支払いもまだだった。だからこれを機会にしっかりと働いてもらおう。さて克行に与えた仕事についてだが、ほとんど女性社員で占める我が社ではとにかく人間関係のトラブルが絶えない。中には70歳近くの女性社員が20代の女性社員に偉そうな態度を取られると言って毎日泣きながら仕事をしているものもいる。
とはいえ実際に文句を言ってトラブルを起こしているのはその年配の女性社員。若い社員が仕事を指示しただけで怒りを爆発させて大騒動になっている。そのため以前からカウンセラーを常勤させていたが、プロのカウンセラーさえ長続きしないほどだ。そこで克行にはドロドロになった人間関係を修復させるため、年配の女性社員の相談役になってもらうことにした。最初のうちは、なんだそんなことかと平気な顔で心よく引き受けた克行だったが、それが3日もしないうちに音を上げてしまった。自分よりも20歳以上も年上の女性に男性として特別な感情を抱かれ、カウンセリング以外の時にも頻繁につきまとわれているようだ。ひどい時には部屋まで押しかけられることも。挙句の果てにはたまに克行が若い女性社員の悩みを聞けば嫉妬されて暴言を吐かれる始末。そこからさらに女性同士のバトルが勃発すればもうどうすることもできないようだ。最近では克行自身がそんな悩みを私に持ちかけてくるが、軽くスルーしている。すると今度は元カノである霞に連絡を入れ、悩みを聞いてもらおうとした克行。しかし霞の方も大変らしい。あの騒動の後、宗隆さんから私に200万円の慰謝料が送られてきた。もちろんその分は何年かかってでも霞に返してもらうと言っていた。そのせいか霞は今父親の宗隆さんにもう二度と悪いことができないよう常に監視されている状態。仕事以外はどこに行くとか誰と会ってきたとかも全て報告しなければならないという。お金の管理も宗隆さんがしているので霞には自由に使えるお金もないそうだ。その電話で話している最中にも、誰と電話しているんだ怒鳴り声が私の耳にまで入ってくるほど。悩みを聞いてほしかったのが、逆に霞の悩みを聞かされる側となった克行には、やはり人から相談される役目が板についている。本人は辞めたいとぼやいているものの、他に行き場がないために渋々とこの仕事を続けていくしかないだろう。ちなみに本採用ではなく日雇い労働者として私への慰謝料が払い終えるまではこの会社に縛り付けておくつもりだ。そして2年の月日が流れ、直と高谷くんは晴れて大学生になった。高谷くんは相変わらず自宅で監禁されている霞と同じ家にいたくないと言って一人暮らしを始めたようだ。頑張って自炊をしているみたいだが、たまに我が家で夕ご飯をご馳走している。その食事を作るのは直の役目だ。なおは将来管理栄養士になりたいと言って大学の管理栄養士養成課程に入った。私が大病を患ったことをきっかけにその道に進むと決めたようだ。もともとは料理が苦手な直だが、曲がりなりにも克行が作っていた料理が参考になったそうだ。直は克行より料理がうまくなりたいと意気込んでいる。直の頑張りように高谷くんは嬉しそうに手料理を食べながらこう言った。それなら俺は直のお母さんより金持ちになってみせるぞ。そしたら直は料理上手な俺のお嫁さんになってくれるよな。そんな高谷くんのプロポーズに直はすっかり赤面してしまった。高谷くんとならきっと楽しい家庭を築いていってくれるだろう。そんな娘の幸せを夢見る私は今とても幸せな気分だ。これからもこんな暖かい日々がいつまでも続きますように。